フィルペーパーズは哲学者デイビッド・チャーマーズが管理する哲学分野全般を対象とした文献データベース。2009年10月現在、オンライン文献、オフライン文献合わせて約18万点の文献情報が収録されている。哲学分野の文献データベースとして世界最大。フィルペーパーズはチャーマーズが学生だった頃から集め始めた。 論文リストにその期限を持つ。リストは徐々に長さを増していき、チャーマーズのホームページで心の哲学に関する注釈付き文献リストとして公開された。2005年10月に更新がストップするまで8142件の文献情報が集められた。すでに更新は行われていないが、今も当時の状態のままサイトが公開されている。 2007年10月、チャーマーズの研究室に在籍していた、博士課程の学生デビッド・ボーゲットの協力を得て、検索機能やカテゴリー機能が大幅に改良された。サイト名は、マインドペーパーズと変更された。マインドペーパーズでは、心の哲学と関連する、文献約1万8000点の情報が集められた。またユーザー参加型のシステムを採用し、 利用者の一部が文献の登録作業を行えるようになった。この後、2009年1月にフィルペーパーズを立ち上げるまで1年3ヶ月、マインドペーパーズは心の哲学に関する網羅的な文献リストとして広く利用された。現在更新は行われていないが、今も当時の状態のままページが公開されている。マインドペーパーズは、 哲学者たちの間でそれなりに評判になったが、取扱い分野が、心の哲学のみ、という弱点があった。2009年1月、サイトをリニューアルし、取扱い分野を哲学全般へと広げ、インターフェースは、より高機能なものへと改良された。サイト名は、フィルペーパーズと変更された。フィルペーパーズは、マインドペーパーズからそのコンテンツを引き継ぎつつ、 さらに哲学系出版社やアメリカ国会図書館、またフィルシーアーカイブやエピスティメリンクスなどの哲学系サイトの協力を得て、多数の新たな文献データを追加し、登録データ件数を18万件にまで増加させた。文献データの登録、編集は現在も継続して行われており、ニューペーパーズのページで新たに追加された文献情報を見ることができる。 2009年10月現在、1週間におよそ200から300件のペースで文献データが追加されている。フィルペーパーズはネット上で無料で読める文献だけを対象に検索を行うオプションを持つ。やり方はページ右側にあるリストリクションズという枠の中のオープンアクセスオンリーというチェックボックスを ON にするだけでよい。これにより検索結果には ネット上で無料で読める文献だけが返されるようになる。ありがとうございます。